皆さんこんにちは健康福祉部の後藤です最近1週間の感染者の方の年齢の分布になります10歳未満10歳代20歳代30歳代40歳代はほぼほぼ15%弱ぐらいで推移していますこの70歳以上の方が12%と増えてきています 1200人も感染者が増えています約1ヶ月前の1月の中頃は 4%178 人でしたので大変多くの高齢者の方がかかっていることがわかります。さてそういった方はどうしても持病があったりとかもともと食事が少なかったりとかですね 心臓や腎臓の働きが弱っている方が多くなってきていますですので今回第6波で亡くなった方というのは18日までで79人ということでちょうど1年前の第3波の頃の88人に既に近づいてきています日数がまだ半分でこの大人数になっており大変心配しています。 病気にかかって亡くなる率コロナで亡くなる率は下がってきて10分の1ぐらいになっていますけれどもやはり亡くなる人の人人の数は日々1.6と増えています年代につきましては亡くなった方の年代が分かっている範囲ではやはり70歳代80歳代90歳以上の方で9割を占めています。是非とも こういった方で3回目の接種をよろしくお願いしたいと思います。